ウカザリズルは、ツルモクツルかツル属に分類される鳥類。エチオピア中部、ザンビア、ジンバブエ、タンザニア、ボツワナ、マラウイ、南アフリカ凶悪に先部、モザンビーク全長150センチメートル。前首から胸部にかけての羽毛は伸長する。額から頭頂にかけて、青灰色、顔から頸部にかけて白い羽毛で覆われる。体面は、灰色、体下面は、 黒い羽毛で覆われる。くちばし基部から顔にかけて羽毛がなく、赤い皮膚が露出する。頬の下部には肉水がある。交際はオレンジかかった黄色。くちばしの色彩は赤つ色。甲子の色彩は黒い。オスの成長は肉水がより大型。主にすげ属からなる出現。故障に生息する。基本的に渡りは行わないが、うっになると短距離を移動することもある。 食生は植物食傾向の強い雑食で、主に植物の茎を食べるが、種子、昆虫、魚類、小型爬虫類も食べる。繁殖形態は卵生。5から8月及び10よ2月に足などを積み上げた、巣を私有で作るか地面のくぼみに、直接1回に1から2個の卵を産む。私有交代で放卵し、放卵期間は30から33日。 開発による生息地の破壊などにより生息数は減少している。ありがとうございます。